そうかな。赤坂さんを自分の後任に選んだ理由、先ほどもお話し出ましたが、指名委員会としてどういった赤坂さんの功績ですとかポテンシャルを評価して新社長に就任。引き継いでもらわなければいけないものもあります。それはやはり一番大切にしております企業理念の達成でして、そのためにも何よりも社員を大切に、そして社員を愛してもらいたいと思っています。そしてこの会社が数字を上げるだけの会社ではなく、世の中のお役に立てる会社に必ずや作っていってもらいたい、こういう思いがあります。私は今赤坂さんが一番ふさわしいなのだろうとこう思いました。ほとんど整備部門におりましてですね、いわゆる本社勤務とか海外勤務っていうのはしたことがない、本当にごく普通の社員として長年いわゆるオペレーションですねを毎日全力でやってきたと、それを一日一日もう積み重ねて今日まで来たという、そういう経験しかございませんので、まあ現場では本当に毎日いろんなことが起こりましてですね、いわゆる瞬発力とかですね、粘り強さみたいのはおそらくそういう経験でかなり鍛え上げられてきたんじゃないかなと自分自身では思います。だからそういうものが今後の私のこれからの職務に生かせたらいいなというふうには思います。真ん中に目線お願いします。